求めます。財政金融委員長佐藤信明さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本法律案は、令和2年度第3次補正予算の編成にあたり、令和元年度の一般会計、歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例措置を定めようとするものであります。委員会におきましては、決算上の剰余金を補正予算の財源として活用する意義、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた補正予算の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して、古賀之士委員、日本共産党を代表して、大門美樹氏よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。